その一つ一つどんな役でも向き合い方がやっぱりものすごく真面目なので、それが出るんですよね。どんな役にもやっぱそれがね素敵ですよね。関わり方っていうのかな、まあまあもうそれは何十年も一緒にこうやって芝居作ったりしているから余計なんですけど、そのプロセスを見ているので、まあ、もう最初の頃はだから DC というか、まあ、お芝居を、ね、一緒にやるようになったきっかけもありますけど、もう大不安なんですよ。もうだから席のこういうのが見たいとか、これが見たいとかっていう芝居を探してきたりするわけですよ。もう本当にまあこのオーバーじゃなく、もうな誰よりも席のファンでいつもいたいと思ってるんですよ。